胸を張ってできることは全部やったと言い切ります。特に力を入れて話をしてきたのは政治再建の部分ですね。はい、国政にもという思いは終わりですか？選択肢としては当然考えます。例えば広島1区、岸田首相の選挙区ですね。質疑大善だと思います。子どもの支援であったり若者の支援であったり、それが結果としてシニアの支援につながる循環型の東京を作りたいという思いは、私の中では全力で訴えたつもりでしたので、結果としてそれが届かなかったのは非常に私の力不足、申し訳ないと思います。私自身今回の選挙戦でお訴えしてまいりましたのが、都民の命と暮らしを守っていく、そしてさまざまな災害から都民の皆様方をお守りをする、一言で申し上げれば首都防衛だと、このようなことを申し上げてまいりました。今日もですね、殺人的な暑さが各地を襲っております。どうやって1400万人の都民の命と暮らしを守っていくのか、これからも皆様方の力を得てスピードアップ、バージョンアップしていきたい。